ユリウス・ブリュートナーユリウス・ブリュートナーは、ドイツのピアノ製造技師であり、ピアノメーカー、ブリュートナーの創業者である。1824年、フォルケンハインに生まれ、1853年に、ライプツヒのピアノ工場で、ピアノ制作を開始する。1853年まで、ザイツのホーリングスパンゲンベルクで商業を学び、当時ピアノメーカーとして有名であった。 アレクサンドル・ブレット・シュナイダーの下でピアノ製造技術を学んでいる。鋭い聴覚の持ち主で声音に関しては右に出る者はいなかったと伝えられている。1872年にはブリュートナーのピアノの特徴であるアリコートシステムで特許を取得する。このピアノの高音部には4本の弦が張られており、4本目の弦はハンマーで叩かれず共鳴による倍音のために、 装備されている。晩年には、グレッチェルと教著のピアノ制作法という本を書き上げ、サキソニーの王から、経済の数密コマカンという地位を与えられる。その後も数々の勲章を受け、1910年にライプツヒで87歳でこの世を去る。ドイツと日本で活躍した、ロシア生まれのピアニスト、レオニード・クロイツァーはこのピアノを使用していたアーティストで、ある。 ありがとうございます。